はい、こんにちは、こうちゃんです。それではですね、今日は光覚について話していきます。光覚とは光を感じる感覚なんですけども、これは網膜の力の一つですね。これについてお話ししていきます。はい、それではですね、これからお話していくのは口角になりますけども、まあ、口角って一体何なのかというと、まあ、明暗、暗いところと明るいところのを感じる能力ですよね。まあ、その能力なんですけども、まあ、どういう風になっているかというと、実は一番光が最大の光感知できる、一番最大の光と感知で一番最初の光の差で、その口角の力っていうのは表されるということになります。まあ、どんなことかというと、まず筋肉に例えると分かりますよね。筋肉っていうのは、一番屈曲曲がっている時、一番屈伸伸びている時、その差がですね、筋力になってくるわけなんですね。つまり力がダルンと抜けている時と力がグーッと入る時の差が筋力になります。その筋力を鍛えるには、その差を広げてあげること、これがね、非常に重要になりますね。これが柔軟性、つまり可動性をね、広げるってことになります。ということはですよ、これをですね、口角に当てはめてみると、一番強い光と一番弱い光、そこを鍛えるということになります。じゃあ一番強い光って何でしょうか。一番強い光ってもちろん太陽ですよね。太陽。太陽を直接目に入れる、そんなことは目に悪いと皆さん思ってるかもしれませんけども、ご来光を見て目が潰れた人いますか、聞いてみたい。多分いないと思うんですよ。なんで太陽を見るにしても、見ていい時間と見ていけない時間があると思いますね。そう考えると、朝日昇る瞬間の太陽を見る、それを5分ぐらいでいいんじゃないでしょうか。見つめるというのは非常に目の口角を鍛えるね、作用として一個重要であると考えられます。そしてもう一つなんですけども、これはよく言われる星空を見る、これは非常に重要だと思います。星空でなくて曇りの日でもいいと思います。この地球のですね、ライトアップがこの雲を照らす、その光をですね、見ることも口角を鍛える一つのトレーニングになると思います。だけどもっといいのは、やっぱ星空を見るということでしょうか。星を見るのもそうなんですけど、実は星を見るにも周辺視野を使った方がいいと言われているんですが、なので、星のそばを見るという感じでしょうかね。それが一番、弱い光での光の感知になると考えられます。ですね、あと暗闇の中で、生活するっていうのも一つ視力をね、鍛える方法としては聞いたことがありますけども、そちらの方も有用だと思います。はい、ただですね、多く知られている方法、星空を見ると目が良くなる、それがなぜかと考えると、やはり口角を鍛えるからという結論にね、至ったわけです。はい、それでは今日は口角についてお話ししていきました。それではこの情報が良かった方、ぜひいいね、グッドボタンよろしくお願いします。そして、何とぞチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。